地球上では毎秒約100回、毎日約860万回、雷が落ちていると推定されています。そして落雷による死亡者数は全世界で毎年2000人にもなるのです。そんな雷に複数回撃たれても大丈夫という人はいるのでしょうか。どうもこんにちは、ルンです。今回は人間は雷に何回撃たれても生きていられるのかについてお送りいたします。他にも何回撃たれても大丈夫なのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では検証開始です。ねたざんまいねたざんまい。撃たれたら雷には10億ボルトの電流が流れており、平均1時間に約30万キロのスピードで落ちてきます。雷のボルト数が上がるほど死亡率も上がります。雷があなたの18メートル以内に落ちただけでショック死する可能性もあるのです。国別で落雷による犠牲者が最も多いのはメキシコの年平均223人、2位はタイで年平均170人、3位は南アフリカで年平均150人です。ちなみに日本では年平均20人。この落雷により被害者の約 30% が死亡しています。たとえ生き延びたとしても後遺症として記憶や人格に影響が残り、他にも頭痛や転換を引き起こす可能性があるのです。この雷に人は何回撃たれても平気でいられるのでしょうか。次から詳しく見ていきましょう。撃たれる。この地球上に複数回雷に撃たれた男性がいます。名前はロイ・サリバン。彼はアメリカ・バージニア州の国立公園で監視員をしていました。最初に彼が雷に撃たれたのは1942年。ロイは公園内をパトロール中でした。雷は彼の足に当たり親指の爪を失いましたが、無事、脳は被害を受けませんでした。2回目は1969年のこと。この時彼は山道を運転中でした。雷が車に落ち、その電流がロイの体に伝わり、彼は意識を失います。彼の髪や眉毛、まつ毛は焼け落ちましたが無事でした。翌1970年にも自宅の庭にいた時に雷が落ち、左肩に火傷を負いました。まだ撃たれる。1972年、公園の管理所にいた時、ロイは4回目の落雷に遭い髪の毛が燃えます。この頃から彼は水差しを持ち歩くようになりました。そして、何か見えない力が俺に降りかかっているんだと思い始めます。彼は落雷の神を怒らせないようにと人混みを避けて過ごしていたのですが、翌1973年、彼は運転中に雷を受け、またも髪の毛が燃えてしまったのです。まだまだ撃たれる。その後3年間ロイの身には何もなく穏やかに過ごしました。しかし1976年、キャンプ中に雷雲が近づいているのを発見。あの雲、俺を追いかけてるんじゃね？と思った彼はダッシュで逃げます。しかし結局6回目の落雷に遭います。足首を負傷し、髪の毛はさらに寂しくなりました。そして1977年、7回目は釣りの最中に起こりました。この時彼は胸部と腹部に火傷を負い、さらには片耳の聴力も失います。しかも車に戻る途中、熊に遭遇するという始末。7回も雷に打たれたことでロイはギネスブックに認定されました。とはいえ彼にとってはありがたくも何ともなかったに違いありません。何しろ彼には人間飛来神というニックネームをつけられてしまったからです。友人たちは、あいつの近くにいると死ぬぞとロイに近づかなくなりました。また恋愛もうまくいかなかったため、彼は71歳の時自殺してしまったのです。結論、
人生で7回の落雷を受ける可能性は1公認に 4.15 人の確率です。数字にするとこの通り、10の32乗です。もしかしたらあなたも打たれることがあるかもしれません。髪の毛が少なくなるのが嫌な場合、すぐに安全な場所に避難しましょう。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。